札幌二歳ステークスは日本中央競馬会が札幌競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は農林水産省商店札幌二歳ステークスと表記している。聖賞は農林水産大臣賞、北海道知事賞、札幌橋協会会長賞。1966年に三歳馬による重賞競争として、 北海道山菜ステークスの名称で創設。1983年より札幌山菜ステークスに改称された後、2001年から現名称となった。創設当時の札幌競馬場は芝コースがなく、1968年までは左回り砂1200メートル、1969年から1974年までは左回りダート1200メートルで施行され、 1975年からは、右回りダート1200メートルに変更された。その後、1989年になって、札幌競馬場にも芝コースが新設されたが、同年は、芝の育成、保護のため、函館競馬場の芝1200メートルで、施行、1990年から、札幌競馬場の右回り芝1200メートルとなった。 1997年には2歳馬重傷競争において早期から距離適正にあった競争を選択できる要距離体系の整備が図られ、その一環として、試行距離がしわ1800メートルに変更され、現在に至る。また、北海道開催で唯一土曜日に試行されている重傷でもある。外国サンは1991年から、 地方競馬所属馬は1995年からそれぞれ出走可能になったほか、2010年からは国際競争となり、外国馬も出走可能になった。以下の内容は2020年現在のもの。出走資格、サラ系2歳負担重量、バレー地方競馬所属馬は、函館2歳、ステークスコスモス賞、クローバー賞で2着以内の成績を収めた馬に、 優先出走権が与えられる。また、本競争で一着となった地方競馬所属馬は、阪神ジュベナイルフィリーズ、朝日ヒハイフューチュリティステークスホープフルステークスのいずれかに出走資格が与えられる。外国馬、地方競馬所属馬が出走申し込みを行った場合は、出走申し込み等数が4等以下でも競争の取りやめを行わないことが、 競馬番組一般事項で規定されている。2020年の一着賞金は3100万円で、以下2着1200万円、3着780万円、4着470万円、5着310万円。優勝馬のバレーは2000年以前も、現表記を用いる。コース種別を記載していない距離は、芝コースを表す。1974年までは左回り。 1975年以降は、右回り。競争名は、第1回から第17回まで、北海道3歳ステークス。第18回から第35回まで、札幌3歳ステークス。各回競争結果の出展。ありがとうございます。